まずやってきたのは今年1月にオープンした多国籍料理のお店カルー。多国籍料理というだけあって、メニュー表にはバリ島の料理やタイ料理が並び、店内はなんとも異国情緒漂う雰囲気です。このお店を切り盛りするのが伊藤拓也さん、36歳。そう、ずっと飲食やってたんですけど、一次産業 の、 その農家さんっていうのにやっぱり一回触れてみたいなと思って。伊藤さんは3年前東京から愛媛に引っ越してきた移住者。東温市でエスニック野菜を作っている幼なじみのもとで農家を始めましたが、育てた野菜を美味しく食べてもらいたいと今年1月店を構えました。そんな店長おすすめの人気メニューがこちら、ジャークチキンプレート。ジャークチキンって聞き慣れないですよね。実はカリブ海に浮かぶ島国ジャマイカの料理なんです。熱して香り付けたスパイスと刻んだ玉ねぎ、そしてスコッチボネットという唐辛子を合わせた店オリジナルのタレに鶏胸肉を1日半漬け込んだら下準備 OK。 いぶし焼きにするとお肉が柔らかくなり、肉汁も閉じ込められるんだとか。こうしてタイ米と日本産の米を掛け合わせたお米にキャロットラペや東温市で作られたパクチーなどを乗せたら、ジャークチキンプレートの完成。その気になる味は？スパイスの効いたソースがお肉としっかり絡んでいて、旨味がガツンときますね。ジャマイカ料理を美味しく食べてもらえるように日本人好みの味にアレンジしているんだそう。伊藤さんはこのお店を開いて1年、愛媛に移住して3年。愛媛に住んでみてどうですか？いやー、もう移住してきてものすごい良かったです。やっぱ一番いいなと思ったのは自然もあるし、あと街の方行けばそういう都会的なことも味わえるし、でなんかバランスがちょうどいいなと思って。伊藤さんのように愛媛に移住してくる人は珍しくないんです。愛媛への移住者は2017年度に1000人を超えてから右肩上がりに伸びていて、昨年度はなんと愛媛県全体で7000人を突破しました。一方で県外に出ていく人数は県内に移り住む人の数を上回る状態が続いていて、人口減少が県の大きな課題です。それでも移住者からはこんな声が。移住してきたからこそわかる愛媛の良さを発見しているようです。一方、道後の近くにある豆楽には移住して7年を迎える店主が、小柳義治さんです。豆楽は石臼で大豆をひく全国でも珍しい豆腐屋さん。石臼でひいた大豆を生絞りし、温度調整に気をつけながら直火で温め、にがり打ちもして3時間ほどかけてようやく完成します。小柳さんはもともと全国でゲーム関連の事業を展開する会社のサラリーマン。愛媛に引っ越してきたのは10年以上前の2012年でした。理由は転勤、ただそれだけ。事例で松山ってその会社で言われた時はどんな町なんみたいな、分かんないですから、うん、本当それはね、ちょっとびっくりしたし、ちょっとまあストレートに言うと嫌でした。しかし
住んでみるとすごく住みやすいし、コンパクトにいろんなものがまとまってて、住みやすい街だなって、気候もそうですし、あとはやっぱり人がすごく一番大きな決め手で、やっぱり家族も僕も親しい友人とか支えてくれる人がこの場所で出会えたので、こうして移住を決めた小柳さんでしたが、愛媛で豆腐を作っていた知り合いが手を引くことを知り、石臼を引き継いで豆腐職人になることを決意。築き上げてきたキャリアを捨てることに不安しかなかったといいますが、自分が決断した道だと奮い立たせてやってきました。そんな小柳さんが手間暇かけて作ったこだわりの豆腐、熱々なので気をつけて、出来たてを食べてみると、そんな出来たての豆腐がここでは食べられちゃうんです。ランチで提供している石臼豆腐丼定食、県産の無農薬米の上に出来たてのおからと温かい豆腐を乗せた丼、豆乳スープやおから揚げなどもついていて、さまざまな料理で大豆を楽しむことができます。愛媛に定住して7年目、小柳さんの次なる一手は、この店で生み出した自慢の味を詰め込んだギフト販売です。広く全国にこのお豆腐の味とか、こういう作り方で作るお豆腐があるんだっていうのを知ってもらって、ちょっと食べていただいたりとかしたいなと思って。何も知らなかった愛媛でこの町の魅力を発見し、愛媛から全国へその魅力を発信したい、小柳さんの新たな挑戦です。サラリーマン辞めてこういうお店を始めた時とか、始める前とかはすっごいいろんなことを考えてました。なので、ね、こっから何するぞとか、もっと事業を大きくしてやるとかいうのは10年前までだったらもう完全措置でしたけど、今はそうですね、どちらかというと今の幸せな生活をこの先も続けていきたいな、っていう思いが強いです。